対策係から3組の皆さんに大事なお知らせです。これからお聞かせするテープは15年前途中で最悪が止まった年に残されたテープです。どうやったら最悪を止められるかを伝えようと思って。いいか、死者を死に返せ。死者を死に返すんだ。それが始まってしまった最悪を止める方法だ。事実、15年前最悪は途中で止まりました。そして今年の死者は美咲芽衣です。なぜなら私は小学生の頃左目をなくしていない美咲さんと同じ学校だったのです。なのに今の彼女は左目をなくしている。どういうことでしょう。それは不完全な復活をしたからです。今の美咲芽衣は偽物です。